今ですねウエストサイドストーリー見て車に戻ってきました。今日はねあのレイトショーなんでもう11時近いんですけど、もう多分最後の方なんで、街灯もどうなんだろう、消えちゃうのかな、ちょっと分かんないですけど、感想動画はですね家帰ってから撮りたいと思います。はい、では今日はウエストサイドストーリー、はい、感想動画を送します。よろしくお願いします。今日はレイトショーだったんですよ。レイトショーで8時10分ぐらいからかな、見出してもう11時ぐらいに終わったんですよね。だからまあ長かったですよね。長いけどそんなに長くは感じなかったっていう映画です。で家から近い映画館だったんで、まあ、車で行ったんですけど、帰り暖房をつけて暖房が温まる前にもう家に着いてしまって、で家に着いてもこのね撮影してる部屋は暖房ついてないんで寒いんですよ。だからこのままマフラーしながら動画撮りたいと思うんですけど、今ねもう11時半11時30分ではあるんですけど、そうですね、感想動画なんでね、見立てほやほやの気持ちでお話ししますけど、すごい映画だなって思いました。僕はねウエストサイドストーリー見たことなかったんですよ、その元々のね、何年でしたっけ、68年だったっけ、元々の映画、あ60年もっと前か、61年、ずいぶん前の映画ですね。この元の映画は僕は見てないんで、ストーリーも知らなかったし、大して勉強もせずに行ったんですよ。だけど、ストーリーはね分かりやすいストーリーだし、ロミオとジュリエットを元にした話だっていうのはそれぐらい分かってたんで大体想像した通りの映画ではあったんですけど、でもですね、見どころはすごいたくさんあって、ストーリーがどうのっていうよりもね、すごいやっぱ豪華絢爛というか、昔はねこういうのを見て映画を楽しんだんだなっていう風な気がしますね。全く自分とは別世界の話で、自分とこう重なる部分っていうのはほぼないんですけど、それでもすごい楽しめましたね。別にその感動して泣くとか胸が熱くなるとかっていうことは全くなかったんですけど、でもなんだろうな、いい映画を見た、いわゆる映画っていいもんだなっていうふうに思えるような作品でした。やっぱスピルバーグってすごい監督だなって思いましたね。それと撮影もすごかったですね。おそらくこの撮影の方、撮影監督はスピルバーグとずっと組んでやってるのかな、おそらくそうでしょうね。やっぱりね、
そのカメラ演出っていうか、すごい奥行き感があるっていうか、まあ全てにおいてこう妥協してないっていう感じがするんですよ、この映画ね。まあそれはスピルバーグの映画っていつもそれを感じるんですけど、でも早撮りで有名な監督ですよね、スピルバーグって。なのに作りがしっかりしてるっていうか、まあそのやっぱりね、スピルバーグの映画に出るっていうことはそれなりのみんなね覚悟を持ってやってるんで、気合の入り方が違うのかなとかね思いながら見てましたけど、まずその、キャストのレベルの高さっていうか、まあ、もちろんねそのダンスの素晴らしさっていうのと歌の素晴らしさ、プラスこのトニーとマリアの顔面偏差値の高さですよね。この2人、まあ、主役の2人なんですけど、トニーとマリアね、この2人がまあ相入れない、お互い相入れない、その、まあ、人種とかねそういったことで相入れない立場、お互いがお互いを相入れない立場であるにもかかわらず恋に落ちてしまう、っていうような話ではあるんですけど、この二人のですね色気が半端なくて、このマリア役のですねレイチェル・ゼグラっていう方、僕知らなかったですけど、まだ二十歳なんですよね。でこの人はすごい魅力ありますね。まあおそらく今後活躍するでしょう。歌もすごい上手かったし、ね、ハイトーンボイスっていうか、なんていうんですかね、ああいうのは。綺麗な歌声でね。であのハモリとかもねすごいいいじゃないですか、やっぱり。でトニー役の、アンセル・エルゴートさん、僕もあんま知らないと思いますね、僕見てない。このかっこいいですけどね、この子も背が高くてすごい色気のある男性ですよね。ダンスはすごいし、ダンス、そんなにダンスでもやってなかったかな、トニーはね、そうマリアもそこまでやってなかったかな。まあ周りのねそのアニータ・ベルナルドのね恋人役のアリアナ・デボーズっていう方、この人とかすごかったですね、ダンスはね。まあベルナルドとかねすごいんですけど、あとリフですね、彼もすごいダンスうまかったし、まあねこの辺の人たちはおそらくかなり、まあだからな、何人か分かんないですけど、オーディションで勝ち残った人たちなんでしょうね。ダンス、そして歌とかね演技、まあかなり レベルの高い人たちが揃っているっていう、もう見ててねすごいですよ、もう揃ってて。まあ歌はねいろいろできるんでしょうけど、ダンスとかねすごい揃ってたし、表情とかねその、それを見るだけでも感動しましたね。
このダンスシーンとその歌うシーン、歌のシーン、まあここまあ場面場面いろいろあるんですよ。そのバラードだったりとか、うん、ノリノリのね音楽だったりとか、それに合わせてダンスと歌を歌うわけですけど、まあそれが見どころって言ってもいいぐらいの映画なのかなって思いました、うん、特にそのストーリー自体はねそんなに、うん、そんなにあのうん、どうでもいいっつったら変ですけど、だいたいわかるし、そのストーリーで引っ張る映画ではないなって思ったんで、だってそのやっぱりダンスとか時折そのミュージカルなんでね、うん、ミュージカル映画なんで、どうしてもそのリアルとは違う世界だっていうような、うーん、風に見てしまうんです。見てしまうんですよ、どうしても。だから、ストーリーって感じがするんですよ。ちょっとこう、違う世界の話みたいな。しかもそれも、まあ、なんだろうな、そのアニメを見てるような、うん、ちょっとこう自分たちが今生きている世界のどこかで起きているっていう話っていう感じがしなくて、うん、やっぱりその見せ物として作られたストーリーというか、だから悲劇ではあるんですけど、そんな悲しくもならないというか、うん、やっぱこう客観視してみるような映画だったんですよね、僕にしてみれば、うん、そこまでこう入っていけないっていう感じでしたよね、うん、まあやっぱりね作り物っていう感じはするんですよ、こういう、うん、都合がこの映画にとって都合がいいように、ストーリーとして都合がいいように、都合悪いことが偶然に重なって、うん、悲劇を生み出すというかね、うん、悲劇を描くための前振りみたいなのが、うん、作り物的に何だろうな、だからねすごい順序よくこの悲劇のラストがねいかにも盛り上がるために都合よく順序よく都合悪いことが起きていくっていうような作りに見えてですね、うん、まああんまりこういったドラマストーリーを見慣れてない人は入り込めるのかもしれないですけど、僕はこういう映画はたくさん見てるので、うん、もうなんだろうな、一つのねその、うん、なんて言ったらいいかな、うん、ありがちなって言ったら変ですけど、うん、特に驚きもしないストーリーに思えてしまうんですよ。
こんな言い方したらちょっと変かもしれないですけど、やっぱね、そのやっぱロミエとジュリエットを元にしてる映画、例えばまあロミエとジュリエットだけではなくウエストサイドストーリーを元にした映画とかっていうのもたくさんあると思うんですよ。こういう似た映画っていうか、うん、やっぱりそう、なんだろうな、なんとなくこうストーリーは単純なんだけど、恋愛をね描いててね、ストーリーは単純であるんだけど最後やっぱり悲劇に終わっていくという、まあタイタニックとかね、いろいろあるじゃないですか。で若者たちのこういったまあジェームス・ディーンのね映画とかあって、なんか共通するところはあるし、僕なんかの時代で言うとフットルースとか、あとアウトサイダーとかね、あとかそういうのとか、なんかねその共通する、うん、別にロミオとジュリエットとかウエストサイド3をストーリーを真似て作ったっていうのかどうかは知らないですけど、共通する匂いというか、うん、なんかそういうものを感じる映画っていうのたくさんあって、うん、あとね、まあロミオとジュリエットっていうか、あのディカプリオのロミオとジュリエットとかもあったし、なんかこうなんとなくこういう映画っていうか、その定型的というかですね、うん、まあなんとなく悲劇で終わるんだろうなっていうのがなんとなく読めるっていうかね、うん、だからそんなにストーリーに関して驚きとかしなかったし、うん、まあ悲劇を覚悟しながら見てた、自分の中でね、うん、悲劇を覚悟しながら見てたっていうのがあったんですよ。だから僕の中で驚いたのはやっぱりそのやっぱね、この映像のやっぱ奥行き感とか、臨場感、音、音楽、それとか、うん、あらゆるその、まあ、演出的にもそうですけど、カメラワークとかね、その、うん、カメラ演出っていうのかな、うん、がすごいびっくりして、うん、なんだこのなんていうんですかね、まあやっぱ奥行き感をすごい感じましたね、うん、でね、そのストーリーの無駄のなさというか、長いんですけど無駄なとこってない気がしてて、で最初のもうね、ものの10分15分でこの映画がどういう設定であるかみたいなことを全部説明してるんですよ。説明的じゃなく説明するんですよね、そのうん、そのうまさというか、それがやっぱり、うん、変にね、ナレーションが入ったりもしないし、だけど見てればわかるんですよ。あ、そっかそっか、こういうギャング同士の構想みたいなのがあって、うん、その中で、うん、そのいろんなね問題、移民の問題とか、うん、まあジェンダーとか、
貧富とかいろんな問題を組み込んでいるんだなっていうのが分かって、だけどそれをなんだろうな、超越するぐらいの愛っていうものも存在してて、それを表現しているような、それを今から映画にしますよみたいなね、お膳立てを10分か15分ぐらいで全部やってしまうんですよ。それがやっぱすごいなと思って、そういったところに感心しましたね。すげえなっていうか、だから内容に関してその胸が熱くなってね、切なくなったりとか泣いたりとかっていうようなことは全然なかったんだけど、いや、映画としての素晴らしさっていうのを感じましたね。ここまでこう作り上げることができるんだというか、一瞬ねこうアニメっぽくも感じるんですよ、そのカメラワークとか見てると。だからアニメってね、結構その意外とこういうドラマ的な話でもカット割りを多くしたりとか、いろんな迫力を出すためになかなか実写ではできないようなカメラワークとかってアニメだからこそできるっていうようなカメラワークとかあるとは思うんですけど、それを実写版でやっちゃってるみたいな感じがしたし、だから迫力がすごいんですよ、とにかく。踊りの迫力もそうだし、そのなんていうのかな、なんかね、僕はストーリーよりもそっちの方にちょっとこう凄さを感じたというか、元のねウエストサイドストーリー見てないんでちょっと僕は比較はできないんですけど、ストーリーの運び方とかね、あのダンスシーンとか、いやすごいなと思って、あれはなんかこうやっぱね、ダンスシーンはね見ててドキドキしますね。なんだろう、この躍動感がすごくて、こう自分もね胸を躍るというかワクワクしながら見たし、初めてその主人公であるトニーとマリアが出会うシーンとかもとてもまあね、突き詰めて考えればツッコミどころあると思うんです、ストーリー的には。かなりあると思うんです、いろんな最初から最後まで通してここなんでみたいな、こういうなんでこんな行動を取るのとかねっていうところあるんですけど、そこは別にもうどうでもいいやって感じして、もうなんかね、そこは受け入れて、あ、そういうことになったのねみたいな感じでね 見ればいいっていうことで、僕はやっぱこう、注目する場所が違ったというか、もう広い意味でのその愛っていうことなのかな。まあ全てそのラストの悲劇に都合がいいように、いかにあのラストが もうだからあのシーンが一番の盛り上がりなんで、あそこが
どれだけ盛り上がるためにそれまでのストーリーを都合よく作り上げていくかっていうような話なんだと思いますよ。だからちょっとね、ツッコミどころもあるんですけど、もうね、めんどくさいところはね、突っ飛ばして、もうトニーとマリアが付き合うというかね、心惹かれるまでも、もうあんまり理屈とかないんですよ。もう一目惚れみたいな感じでね、いつの間にかそのもうお互いがお互いのことを、好きになってしまったみたいな感じにも取れるし、でそれはそれでいいんじゃないかなっていう、それがないとラストに繋がらないしとか、ベルナルドとね、まあだからシャークスとジェッツの争いも、絶対にその和解はしないし、都合よく構想に持っていくわけですよ。でその構想によって、悲劇が起きる。まず一つ目の悲劇が起きる。その悲劇によって、愛の悲劇も起きてしまうとか、そういう話なんでね。そこはもう淡々と、話を運んでいくわけですよね。それをもう そうだろうなっていう感じで見てますから別に何の驚きもなく、そうじゃないとラストのシーンつながらないよなみたいな感じで見てるんでね、ストーリー的にはね、あんまりこう何とも思わなかったんですけど、やっぱちょっと話しすぎたかな。だけど映画の作品としてはすごいですよ。昔はね、こういうストーリーでみんなね、本当中に入り込んで、もう自分がね主人公になり変わって感動して涙を流したっていうのはもちろんわかるんだけど、今この時代こっから派生した映画っていうのがたくさんあって、それをやっぱりみんなこれだけね映画を見やすくなった、時代ですから、もうこういうストーリーっていうのはもう見慣れちゃってるわけですよ。だからそういったところにね、あまりストーリーに入り込んで感動するっていうことが、どうだろう、わかんないですけど、僕はなかったんです。だからでも全然悪い映画だっていうか、そのつまんない映画っていうことではなくて、それはやっぱね、スピルバーグもうね一流の監督ですから、ものすげえもん作ってるなって、こういう誰でが見てもわかるようなストーリーをここまで仕上げる、夢中にさせる技術っていうのはすごいなと思ったし、それを具現化するねキャストたちとか、スタッフの素晴らしさっていうのに驚きました。ただただ驚きました。2回見てもいいなと思った作品ですね。でこういう映画っていうのがやっぱり賞を取るのかなっていうふうに思ったりもしましたね。そんな感じですね。あんまちょっと話しすぎましたけど、話すことたくさんあると思います、この映画では。以上になります。ありがとうございました。